はい、これが MS200 ガッハリキ、ストリングウェイの MS200 ガッハリキを、これ、テンチンヘッドを外した状態で、中のバニーが見えるようになっています。これからバニーのテンチンヘッドの原理を説明します。MS200 が、まずこういう強力なバニーを使っています。 この強力なバネが非常に大きいですね。長径がま4センチぐらいあります。非常に大きい。他のバネ使っているが、ハルキーよりバネが大きいと思います。非常に耐久性があります。バネが壊れたり、伸びたりとか一切ございませんので、ご安心ください。もともと MS200 たるきはたくさんラケットを貼る人が、えー、買う機会なので、えー、テニスのショップとか部活など毎日たくさんラケットを貼ってもバニーの、えー、劣化は一切ございません。今まで30年間の間にバニーが壊れたり伸びたりと、えー、いうクレームが一切ございませんので、えー、ご安心ください。じゃあ次はバニーのー天津ヘッドの原理の説明。 じゃあこれが元々テンチンヘッドがついているなのでテンチンヘッドとバネがつながっている状態でもちろん操作しますでペドロを踏むとバネ,バネが上がりますバネが上がって、えー、とテンチンヘッドのスプリングリッパーの口が開きますでそれでガットを入れますガットを入れてからペドロを 解除します解除するとバネが下がります。で、この動作で天地をかけることになります。バネがガトを引っ張ることになります。これでテンションを、えー、かけることですね。でそれが天、ま、地、あ、をかけてクランプしてガトを通してで、終わりましたら天地を解除するためにペドルを押して バニーを上に持ち上げて、テンチの解除できます。で、ストリングリッパーの口が開く、膝に開いて、えー、ガットを簡単に取ります。この動作にすると、バニーの、えー、力の1割以下しか使わないので、バニーの負担にほとんどございませんので、前に言ったように、バニーの劣化、ストレスとか、 ほとんどございませんので、彼に余裕を持って、この場には長く使います。